い、皆さんこんにちは。数学紅茶の下島雄一郎です。それでは第268回準一級一次問題4、丸2ですね。こちらの方を解説始めます。まず一つ目ですね。こちら、z プラス1分の1括弧15乗の変革θを求めなさい、ただし0以上を 2π 未満としますということですね。はい、こちらなんですけれども、まずはまあスタンダードというんでしょうかね、まあ、計算を使った解法をちょっとやっていきたいと思います。はい、まず、1番でこれ、z の絶対値ルート13なんですけど、実はですねこれ使わないんですね。大体数学の問題っていうのは、まあ、誘導形式の問題が多いんですけれども、今回に限っては、まあ、これ丸2番では丸1番が、使えないということになっていきます。でここでまず何をするかというと、これ z プラス1なので、とりあえず z プラス1は出しましょう。はい、そうしますとこれ z プラス1ですね。はい、z が 2-3i ですから、 z プラス1はまあ 3-3i ですね。はい、まあこういった形になってきます。で問題はこれ z プラス1分の1ですので、はい、これちょっと一回出しましょう。z プラス1分の1、これをちょっと計算していきます。すなわち、これちょっと3で一回くくりますね。3でくくって三括弧1マイナス i 分の1と。さあこれちょっと有理化していきましょう。そうしますと、はい、3倍の1マイナス i、 強約な複素数ですね、1プラス i 分の1プラス i と。はい、そうなりますと、はい、ここ1マイナス i の2乗ですよね。はい、 i の2乗、はい、問題1にも出てきましたよね。 i の2乗はマイナス1です。もうここでは書きません。 i の2乗マイナス1です。したがってこれは1プラス1ですので、それに3倍ですから6分のですね。はい、したがって6分の1の括弧1プラス i と。はい、 z プラス1分の1っていうのは6分の1括弧1プラス i という形になっていきます。さあこれの変革を求めなさいということなんですけれども、変革はここですね。問題は6分の1はちょっとほっときましょう。この段階で、1プラス i、 それ計算していきます。はい、ちょっと6分の1はまあほっときますね。はい、そうしますと1プラス i というのは、はい、これ極形式に直しましょう。はい、これの絶対値っていうのはこれルート2ですよね。はい、ということなのでルート2倍の、はい、こうなりますよね、ルート2分の1プラスルート2分の 1i と、まあ、こういった形になってきます。さあ sin の値と cos の値がルート2分の1ということは、すなわちこれ θ の値45度、いわゆる4分の π ですよね。ということは直しましょう。はい、ルート2倍の cos 4分の π プラス isin 4分の π と、まあ、こういった形になりますよね。さあここで聞かれているのは変革だけですので、はい、あとは何をするかっていうと、z プラス1の15乗ですよね。はい、1プラス i はこういう形になりましたので、したがって z プラス1分の1、これの15乗は、はい、ドモアブルを使いますね。ドモアブルです。そうしますと、6分の1、まあルート2ですから、6分のルート2を15乗ということです。はい。6分のルート2の15乗と。これは計算する必要ないですからね。聞いてるのはここではないですので、これは無理に計算する必要はありません。こちらです。いいですか。はい、4分の π の15倍です。4分の π の15倍、すなわち cos の4分の 15π プラス isin 4分の15π と、こういった形になっていきます。そうするともう変革は4分の 15π、 答えとしては出てきました。ただしですよ、ただし聞かれている範囲ですよね。はい、聞かれている範囲は0以上 2π までです。0以上 2π までなので、じゃあ4分の 15π というのが0以上 2π の中で何度か、それをしっかり、調べていきましょう。そうしますとですね、はい、4分の 15π っていうのは、はい、これどうなるかっていうと、4分の 15π って実は1周さらにっていうことですよね。そうすると4分の 15π って実は 2π プラス4分の 7π になります。そうするとこれ1周プラス4分の 7π なので、
したがって4分の 15π っていうのは、はい、これは同じ角度としてはこれ4分の 7π と全く一緒になるわけですよね。この角度と全く一緒になります。したがってじゃあ変角 θ はいくつかって言いますと θ イコール、はい、4分の 7π ですね。はい、といった形で出てきます。よろしいでしょうか。はい、なので今ここで聞いてるのは変角だけですので変角の計算をきちっとやっていきましょう。はい、それでは一旦振り返っていきましょう。まずですね、変角の θ を求めなさい。 z プラス1分の1です。さあ z プラス1、これは2マイナス 3i を入れましょう。3マイナス 3i ですね。そうすると z プラス1分の1、これ計算していきます。はい、三括弧1マイナス i、 3でくくりますね。そして強約な複素数をかけて、まあ、有理化していきます。6分の1倍の1プラス i ですね。で変革を求めたいということなのでとりあえず6分の1は1回置いといて1プラス i、 これ計算していきます。1プラス i っていうのを極形式で表すとルート2倍の cos4 分の π プラス i sin4 分の π ということですね。はい、あとは、はい、6分のルート2の cos4 分の π プラス i sin4 分の π、 これ15乗していきます。そうすると6分のルート2の15乗、そして、はい、ここ15倍しますよね、ドモアブルの定理で。そして cos4 分の 15π プラス i sin4 分の 15π と。で4分の 15π ってこれ1周とですね4分の 7π ですよね。ですので0以上 2π の範囲で同じ位置っていうのはどこになるかというとこれ4分の 7π の位置になりますので答えは、変角は4分の 7π になりますよっていうことになっていきます。よろしいでしょうか。はい、さあ、それではですね第268回準1級1次問題4-2ですけども、まず1つ目の解法終了いたします。もう1つ紹介いたします。ここではまず一旦終了します。ありがとうございました。